こんにちは、科学 .com マガジンの水川です。こんにちは、科学 .com の編集長の鎌田です。今回はですね、エアコンということなんですけども、だんだんと暑くなってきて、久しぶりにエアコンつけたら壊れちゃってすぐに必要ってことが、この時期起こりがちなんですけども、そんな方たちに向けてエアコンの需要が高まる時期や、需要が高まった時期でもまだ間に合うお買い得モデルと、その探し方について鎌田さんに聞いていきたいと思います。コムのアクセス毎年見てるんですけれども、だいたいエアコンの需要が急激に高まってくるのって6月から7月、気温がぐっと高まるのがこの時期ということで、特にエアコンを使っている方の多くが、暖房としてエアコンを使うっていうのは冬場あると思うんですけども、春先って意外にエアコンを止めてることが多いと思うんですね。そうすると、この夏で暑くなってきて冷房をつけようとなった時によく言われますけども、4月5月ぐらいに試運転をしてですね、冷房ちゃんと効くかなってしてもらえればいいんですけども、なかなかそういうことにならずですね、かなり気温が30度超えて、いや暑いってちょっとつけてみたら、意外にあれなんか冷たい風出てこないみたいなことは結構あるんですよ。特にやっぱり気温が高くなった時に、それを最初に始動したりする時にですね、壊れることが意外と多くて、なので、あ、やばい壊れたってなった時に、このままで暑くてたまらないから買い走るみたいな方が、やはり特に7月はそういう方が増えるというので、この7月がピークになることが多いと思います。注意してほしいのは、エアコンっていうのは買ってきて終わりの製品じゃないってことですよね。必ず取り付け工事が必要になります。購入時期っていうのがまず一つ大きなポイントでして、6月7月ピークだと先ほど申しますけども、じゃ あのエアコン壊れたから、じゃあこれ買いますって言って買って、すぐにじゃあ届いたらすぐ使えるかっていう、そういう話ではないですね。でやっぱり需要期っていうのは工事が混み合っちゃうんですよね。そうすると、例えば6月の末とか7月に入ってからエアコンを購入したとなると、工事が結構みんなそこに集中してしまうので、例えば2週間待ちっていうのが割とザラにある話で、本当に暑くなってくると3週間待ちとかですね、だと4週間待ちなんていう店舗も出てくるぐらいですね、大きな混み合ってしまうんですね。なのでそうならないためには、まずちょっと早めに用意をする、壊れてるかどうかまで確認するのもそうですけども、ちょっと買い替えようかなと思ってるんであれば、やはり5月それから6月ぐらいには少なくとも買い替えを考えるというか、行動した方がいいかな。その方が個人もまだ選べる部分があったりとかしますし、なるべく早くつけてくださいっていう要求にも耐えられるというのが一つ。それから値段なんですけど、これ製品にもよるんで一概には言えないんですけれども、エアコンって意外に冬場に発売されるんですね。夏の時期ではなくて、例えばリビングに取り付けるようなルームエアコンの場合ですと、昨年のですね、10月から12月1月ぐらいまで発売されるのが結構多かったんですね。そうするともうすでにですね、春先の時点ではかなりエアコンの製品って あちこちのお店さんに出回ってますので、値段はですね、もう結構いいところで落ちてることが多いんですよ。そうすると、無理にですね、6月7月まで待って買おうなんて考えなくても、すでに4月5月の時点でかなりいいところまで落ちてるってことがあるので、むしろ早く買ってもらった方がいろんな面でお得になるというのは、これは間違いない。まずはエアコンに何を求めるかっていうところなんですけれども、毎年毎年メーカーから発売されるフラッグシップモデルみたいなところを狙っている方の場合は、昨年モデルと今年モデルで機能がこんだけ違うみたいなのが出てくることがあるので、その機能が重要であれば、やっぱり今年の最新モデルを狙った方がいいと思うんですね。ただ逆に言うと、もうちょっとベーシックなタイプのモデルとかっていうとですね、昨年モデルと今年モデルでそれほど機能大きく変わらないみたいな、そうなった場合はやはり値段で決めるというのも一つのポイントだと思うんですね。なので、例えばベーシックモデルですと、今年の最新モデル、例えば大体1月から3月ぐらいに発売されるケースが多いんですけども、これがまたですね、5万円とか6万円ぐらいするっていうものが多いんですけども、昨年のモデルですね、いわゆる型落ちモデルっていうのを見るとですね、4万円以下で買えたりするんですね。なので半額とは言いませんけど、かなり安く買うことができる。しかも去年モデルと今年モデルほとんど機能に差がないのであれば、昨年モデルをあえて狙うっていう方法もあるので、価格 .com の中でもそういったものっていうのはですね、結構人気ランキングの上の方に出てると思うので、まず例えばその6畳のベーシックモデルで言えば、人気ランキング上に出ているような製品をまず見つけていただくと、もちろん検索もできますので、検索で例えば6畳用みたいな感じで価格順に並べるみたいな風にすればですね、意外なお買い得製品が見つかったりなんてこともありますね。
とは言いましてもエアコンってまあいろんなモデルがあってちょっと選びにくいなっていう方もいると思うので、今回は鎌田さんにワンルームタイプとファミリータイプでまだ買えるお買い得モデルを3つずつ選んでもらったので紹介していってもらいます。まず1つ目ですが、日立の白くまくん RAS-AJ の 22M という製品ですけれども、ポイントとしてはエアコン内部クリーンという機能ですね。日立白くまくんって非常にあの上位モデルも室内機の内部をきれいにするクリーン機能というのを非常にまあ売りにしてますけれども、こちらの製品もですねそこまでの機能はでも全くないんですけれども、やはり白くまくんブランドの元々になる製品としてエアコン内部クリーンというまあ機能がついてまして、まあ、冷房したりとかですね、あの除湿したりという運転が終わった後に自動でエアコン内部乾燥させると、乾燥が非常に大事で、やっぱりカビを生やさないみたいなところっていうのが非常にやっぱりあの室内機をきれいに保つ大事なポイントなんですけれども、まあ、その機能を持っているというところが一応ポイントですね。もちろん値段も安くて、この、まあ、収録時点ですけれども3万8300円というところなので非常にまあお安くて、しかも、まあ、あの日立といえばやっぱりあのモーターを作ってる、ね、メーカーでもありますので、まあ、例えば室外機ですね、あのモーター使ってますけれども、そういったところも安心感があったりというところで、まずこの白くまくん RAS-AJ-22 という製品をご紹介させていただきました。パナソニックですね、エオリア CS222DFL という製品なんですけれども、こちらの製品のポイントもナノ EX ですね、あのパナソニック独自のナノ EX イオンを使うことで室内機の中をクリーンできる、なおかつナノ EX を部屋の中に拡散させることで部屋の内部も空気清浄してくれると、まあ、いうことで非常に空気の綺麗さみたいなところにこだわった製品、この製品実はですね昨年の科学 .com プロダクトアート2022というのがありましたけれども、こちらのですね空調家電の部門で大賞を受賞しているということで、非常にあのユーザーさんが評価が高くて、まあ、優れた製品ということなんですね。値段も、まあ、あの今すごく安くてですね3万7600円というところなので、まあ、型落ちモデルではありますけれども、まあ、十分な性能で評価も高いという製品になっています。ダイキンですね、S22ZTES という製品になります。特徴としてはこれもあのダイキン独自ではストリーマー、それから水内部クリーンという機能ですね。どちらも空気の清浄機能ではあるんですけども、ちょっとですね先に挙げた2モデルよりも一歩上のクリーン機能と言っていいのかなと思いますが、ストリーマーっていうのは空気イオンに近いような形で、まあ、除菌をできる機能ですね、ダイキン独自の機能。水内部クリーンっていうのはドレン水っていって、まあ、冷房とか除湿とか運転していると水が出てくると思うんですけど、そのドレン水を使って熱交換器の表面について押し流すという機能があって、これベーシックモデルで搭載しているものではほとんどないです。なので機能としてはちょっと1ランク上の、まあ、清潔機能を持っているというところですね。ちょっとですねその分値段も少し高くなってしまって、で型落ちモデルなんですけども、今の額でまあ大体4万6000円ぐらいからっていうところなので、本当ライバル製品に比べてちょっとお高いかなというところはあるんですが、こちらもあの科学ドームのプロダクトアワード2020で銀賞を受賞しているというところで評価が非常に高い製品ですね。ダイキンといえばあの空調専業メーカーということでパワフルさとか性能にも定評があるメーカーで、まあベーシックモデルとはいえ非常に人気もあるので、まず一つ目ですが、ダイキンのウルトラ X S403ADRP の W という製品になります。こちらポイント3つ挙げます。まず優れた除湿加湿機能、それから2番目で高品位な冷暖房、3番目が換気機能搭載というこの3つになります。ダイキンウルサラ X っていうのは、まあ、ちょっと他のルームエアコンとちょっと格が違う実は製品でして、そもそもあのこれウルサラ、ウルルとサララって言ってたんですけど、まあ、途中からウルサラっていうブランドになりましたけども、ウルルとサララって何かといえば、まあ、ウルルっていうのは加湿ですよね、サララって除湿のことを意味してますけれども、つまり除湿加湿の両方ともができるルームエアコンってこのシリーズしかなかったんですよ当時。今もほとんどないです。除湿はできるんですけども、除湿というのは、まあ、部屋の空気のから水分を取って外へ放出するということで、よくドレンパイプっていうのが通っていてですね、
そこから水をこう外に放出して除湿するっていうことなんですが、加湿が難しくて、加湿はじゃあどうしたらいいのかっていうと、ダイキンの場合はその加湿用にもう一本、まあ、ホースがあると考えてもらえばいいんですけども、室外機に空気中の水分を集めて水にするというか、それを室内機側に持ってくるホースっていうのがついてるんですよね。ホースというか、まあ、その機能がついてまして、なのでそれによって何も給水しなくても加湿ができるというのが、まあ、唯一のこのウルスラ X だけが持っている機能ということで、とにかく除湿それか加湿っていうのができるってことだけでもすごかったと思うので、でもねこれは年々進化していまして、除湿加湿に関してはこの最新これがモデル最新モデルなんですけれども、全モデルに比較して 20% 実は除湿の性能が上がっているということで、まずここがポイントですね。除湿がパワフルになると何がいいのかっていうと、夏の冷房にかなり効いてくるんですけども、冷房ってよくエアコン冷房を使うと冷やしすぎちゃうって人いますよね。それってやっぱり設定温度が低すぎて寒く感じちゃうところまで行っちゃうってことなんですけども、それってやっぱり湿度のコントロールあんましてないからなんですね。このウルサラ X の場合はそもそも湿度コントロール非常にうまいエアコンなので、例えば冷房運転がオンになったのと同時に除湿もオンになると、で、まあ、最初に冷風を送ると同時に湿度も取ってくれるので、人が快適に涼しいと思えるところまで適切な温度と湿度まで調整してくれるということなんですね。その結果、通常の設定温度よりも例えば2度ぐらい高くてもですね、十分涼しいという人がいっぱい出てくるということはこれ分かっていて、これを実現しているのがこのウルサラ X というプレミアム冷房の、このプレミアム冷房が非常になんていうか心地いい冷房ということで、まあ、増湿と言ってもいいと思うんですが、こういうのを行えるのがやっぱり特徴ですね。なのでそういうウルメーコンの冷房苦手なんだよなみたいな人にとってみると非常に向いた製品だと思います。それから最後なんですが、換気ができるエアコンっていうのもこれまたほとんどなくて、これもウルサラ X の非常にストロングポイント、先ほどのその加湿できるホースがあるって言いましたけど、そう、要するに普通のルームエアコンでホース1本多く入れてるんですね。なのでこのホースを使って室内機と室外機を結んでるので、そこで空気をこう換気できるっていうのがこのウルサラ X の特徴でして、昨今その新型コロナの蔓延の過程というかですね、防止の観点から部屋の空気を入れ替えてください、換気をしてくださいってよく言われたと思うんですが、この換気というのがまさにこの時代に合ってたというところもあるんですけども、いちいち窓を開けたり、例えば特にせっかく冷やしたのにまた窓を開けるのかみたいなことあると思うんですけども、そういうことをしなくてよくて、これはエアコン側で全部換気までやってくれるというのも優れたところでいいかなと思います。なのでまとめますと、このダイキンのルサレックスっていう製品は、まずその上質な冷暖房を感じたい人ですね、それから加湿除湿にこだわりたい人なんていうところに向いた、非常に全方位で優れた製品かなと思います。三菱電機の霧ヶ峰、ね、MSZZW4022SW という製品になります。こちらポイントですが、まず優れたセンサーと AI 機能ですね。それから2番目には気流の吹き分けが可能、それから3番目、ピュアミストなどの清潔機能を搭載していると、この3つになります。で、この今回紹介させていただいている霧ヶ峰の MSZZW4022SW っていうのは、最新モデルで実は残念ながらなくて、一昨年前のモデルですね、2021年の12月に発売ということなんで、実は型落ちモデルとはなってしまっているんですけれども、霧ヶ峰の最新モデルは非常に今回バージョンアップをしてきているので、その分ちょっと実は価格も高くなっているんですね。そういう意味から言いますと、今回はお買い得モデルということなので、一昨年モデルの方がかなりお買い得にはなっておりまして、14畳対応モデルなんですけど、14万円ぐらいから買えるというところで、他のメーカーの製品からだいぶ安いなという印象ですね。なんといっても霧ヶ峰といえばですね、ムーブアイっていう360度もあるカメラを搭載したことで結構有名になりましたけども、そのムーブアイの赤外線センサーですね、それと AI を組み合わせて、三菱電機ではムーブアイミライプラスっていうものを搭載してるんですけれども、これが非常に優れてるんですよね。まず何がすごいかっていうと、やっぱりカメラ、赤外線カメラでこう部屋の中をぐるっと見回して、何がどこにあるかを大体把握できるということなんですね。そうすると例えば人がどの位置に座って、寝てるかとか座ってるかとか、人がどこにいるのかが分かる、もちろんいないこともわかるわけですね。そうすると例えばいなければ、ちょっといないんで暖房冷房を弱くしようみたいなこともできま
ますし、いるんだったらそこに向けて風を送ろうみたいなことができるというところで、やっぱりこのセンシング機能と AI が優れているというところですね。でさらにこの霧ヶ峰のシリーズがすごいのは、気流の吹き分け、2種類の気流を作り出せるんですよ。普通はエアコンってフラップが1つで、まあ、上に向けるか下に向けるかみたいな、こういう気流の作り方をしますけれども、この霧ヶ峰のですね、上の方のモデルっていうのはですね、フラップが半分に左右に分かれてまして、こっちはこっちの気流、こっちはこっちの気流みたいな感じで吹き分けが可能なんですね。しかもちょっとこっちの温度は冷たい温度、冷たい風、こっちはもうちょっと冷たくない風みたいな温度の吹き分けもできるので、これで何ができるかっていうと、これはすごいんですけれども、まずこのムーブアイミライプラスがですね、人の表面温度ですね、肌の表面温度を測れるんですよ。そうするとこの人は今寒がってんじゃないか、この人はちょっと暑がってんじゃないかということが大体わかるので、暑がりの方に対してはちょっと冷たくした冷風をピンポイント届ける、そしてちょっと寒がりなんじゃないかと思った人にはちょっとそこよりも温度を上げた風をピンポイント届けるみたいなことができるので、非常にまあ頭のいいエアコンと言っていいかなと思うんですね。まあ、ここがやっぱりこの霧ヶ峰シリーズのまあすごいところだなと思います。最近まあよく言われている内部のクリーン機能ですね、これもちょっとそのなんだろう、ガチガチのクリーン機能っていうわけではないんですけども、三菱電機はピュアミストっていう機能を昔から積んでまして、これナノレベルの微細なミストを放出するって機能なんですけども、これが室内機のいろんな熱交換器とかにまあ表面に取り付いて、そのミストによっていろんな汚れとかも落としてくれるというところで、まあ結局のところまあそういう水によってこう洗い流すみたいな、まあ、こういうところがまあちゃんとしてるっていうところとか、あと抗菌のなんていうかな、菌がつきづらいような金属をあちこちに張り巡らせてるんで、そもそも菌がつきづらいとか、それから自動掃除メーカーってホコリ取ってくれる、これは他のメーカーの製品にもあるんですけども、三菱電機の霧ヶ峰のまあやっぱちゃんとしてるなって思うのは、室内機内部をこう掃除 したいといった時に、結構あれ外すのがめんどくさいとか、これ外すのがめんどくさいって結構あるんですけれども、そういったことがまあ割と簡単にパカパカっと外して奥までこうアプローチできるようにちゃんとできてるっていうのは、やっぱりさすがこれはね、老舗メーカーならではなっていうところのまあ気が利いてるって感じですかね。そういうところはやっぱりトータルとしてやっぱ優れてるなという感じがしますね。というわけで、まあまとめますと、この三菱電機の霧ヶ峰 MSFZW2020SW製品はやっぱりセンシング技術によって気流の吹き分けみたいな、そういう体験がしたい方には非常に向いている製品かなという感じです。最後ですが、日立の白熊くん RASXJ40N2W という製品になります。こちらのポイントですが、まず凍結洗浄除菌ヒートプラスという機能を搭載していて、それから2番目にプレミアムプラズマ空清という機能ですね。それから3番目ファンお掃除ロボット、この3つになります。まあ、白熊くんといえばですね、凍結洗浄というのが非常に有名になったんですけれども、これは本当に技術の発想の転換というんですかね、洗浄が一般的には難しいとは、熱交換器をですね、一回凍らせて霜をつけて、今度は温めて霜を溶かす、それによって霜によってホコリとか汚れ、その表面についた汚れとか油を一気に洗い流すっていう、まあ、そういう機能、これはもう出た時は本当にびっくりしまして、その手があるのかっていうか、そんなことができるのかっていう感じですね。非常にやっぱりこう凍結洗浄ってすごいなって思った覚えがあるんですけども、まあ、年々進化してきていて、さらに除菌をするためにも熱交換器をすごく厚くしてですね、ヒートプラスという名前もありますけども、それによって菌を死滅させてしまうみたいなところまでやるという、この凍結洗浄除菌ヒートプラスは非常にやっぱり白熊君のストロングポイントと言っていいと思いますね。でさらにこれにプラスして、このモデルに搭載されているプレミアムプラズマ空清という機能が搭載されまして、何かというと、プラズマっていうのはプラズマイオンなんですけれども、いわゆるまあその空気イオンを作り出して、その熱交換器とか室内機の内部にまあ流すわけですね。そうするとイオンの力によってさらにこう除菌っていう効果が高まってくるということで、白熊君はただでさえ非常に室内機の内部クリーンっていうところに強い製品でありますけども、このプラズマプレミアムプラズマ空清があったことでさらに強くなっているというところですね。もう本当に徹底的に空気をきれいにするっていうこだわった製品と言っていいかなと思います。でそういう意味で言うと、ファンお掃除ロボっていうのも、これも以前からある程度こういう機能あるんですけれども、普通お掃除ロボっていうとプレフィルターって言ってですね、
室内機の空気を取り込む一番最初のところにこう網みたいになって、そこを通ると大きめのホコリがこう溜まるわけですね。それを自動でこうザーッとこう流してですね、取るのが大体の掃除ロボなんですけど、こちらの白熊くんの場合はファンの掃除ロボなので、あの内部にシロッコファンっていう、こう風を作り出すこういう細長いファンが、まあ、あるんですよ。円筒形のファンがあるんですけど、これの掃除って意外と難しいんですよ。これをしっかりあのほこりたまったほこりみたいなものもしっかり取れるっていうのが、まあ、やっぱり優れたところでして、あ、他の機能もね、あのやっぱり日立なんですごいんですけれども、とにかく、まあ、清潔機能に非常にやっぱりこだわって、もういろんなメーカーさんこだわってますけど、とにかく、まあ、一番こだわってるメーカーといっても過言じゃないブランドかなというところでして、やっぱりおすすめしたいのは空気の綺麗さに多分敏感な方ですね。もう室内機に内部汚れてると思っただけでやるとか、あとお掃除あんまり頻繁にやりたくないっていう方もいると思うんですけども、ある程度ほっといてというか、自分でこうガチャガチャ開けなくてもこれだけの機能があるので、あの自動でかなり綺麗にやってくれるんですね。なので空気の綺麗さを気にされる方、まあ、あと空気清浄機なんか使っている方もいるかもしれないですね。あのアレルギーがあるとか、そういう方にもこれを使うと、まあ、それ波とは言わないかもしれないですけども、あの近いような働きが期待できるっていう気がしますね。なので、まあ、空気の綺麗さにこだわる方にお勧めしたいと思います。今回紹介したエアコンのお買い得モデルの価格 .com での口コミや最安価格は概要欄の URL からチェックしてみてください。またこの動画がいいと思いましたら、高評価とチャンネルの登録をよろしくお願いします。